パチュランメンバーの皆様こんにちは。毎週木曜日はスパックケイト覆面二郎さんで日替わりラジオをお届けします。では覆面二郎さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、最近のスマパチ、新海だったり相談とオンラインであったりどうですかね、はい、状況であったり業界的な評判だったりっていうのはいかがですか？そうですね、やっぱり、ソードアートオンラインの稼働は落ちなくて、落ちてないんですね。はい、で、まあ、今だと、1番はかぐや様で2番目がソードアートオンラインっていう感じになってて、あ、そうなんですね。はい、なんでもうソードアートオンラインはまあこのままいけば、今年いっぱいは稼働するんじゃないかって業界では言われてますね。あ、なるほど、そうですか。協力がまあ使用金人はいまいちでしたけども、はい、ソードアートオンラインはいけそうだと、良さそうだっていう評判のわけですね。そうですね。で、まあちょっとね、心配というか、はい、まあ若干懸念してたとこもあるんですけど、新海の稼働がね、もうホールで行かれてる皆さんならお気づきだと思うんですけど、もう全然稼働してないような状況で。ああ、そうなんですね。全然って感じですか？はい、まあ海シリーズ、そうですね、スーパー海物語の沖縄とか大海とか含めて、海シリーズの中でもう一番下みたいな。あららら、そうなんですか。一番新しいのに。そうですね。スパークキーさんは触ったりしました？新海は。あ、してますよ。割と好きなんですよ。はい、あ、そうですか。まあそれは結構座ってすぐ当たってくれたりとかいう、今のその今はそういう感じだからですけどね。これで当たんなくなったりしたら嫌いになるかもしれません。まずは間違いない。ですね、データマ率とかね、数字上は、いまだに甘めに出てるんですよ。あ、そうですよね、スタート導入当初も甘いっていうデータだっていう話でしたもんね。はい、じゃあそこはまあそんなに変わってないわけですね。甘いですね、甘いですけど、こんだけ稼働してないっていうのは、なんかそのスマパチであることの問題点とか、まあ、Cタイムの、ね、使い方の問題点とかっていうのが出てきちゃって、もうみんなそれで、349分の1っていうのをつらいなとか。いや、やっぱりそこは大きいでしょうね。349っていうのがやっぱりもう打つ前から当たりづらいんだっていう印象強いですからね。そうですね。個人的に一つ思ってるのが、どうですか、